皆さんこんにちは、モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は話題のニュースについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。岸田文雄前首相は石破茂首相に歯を食いしばって信頼回復をと訴えたニュースが飛び込んできましたね。この発言どう受け止めるべきなのでしょうか。まずこの場面から私たちが読み取るべきは、政治と金の問題での国民の厳しい目線は自民党に向けられているという現実です。岸田氏の言葉は失った信頼を取り戻すことの難しさと政治家としての厳しい立場を表しています。しかしコメントにもあった通り、問題を引き起こしてきた張本人が信頼回復を訴えることに対してお前が言うなという声が多いのも事実です。これは政治家が信頼を取り戻すためには単に言葉を繰り返すだけではなく具体的な行動が求められている証拠でしょう。私たち国民は政治家が誤った政策から学び修正して進む姿勢を期待しています。経済対策や国民生活に直結する具体施策なしに信頼回復は難しいのではないでしょうか。減税や経済政策の見直しはその実現に向けた重要な一歩として考えられるでしょう。もちろんこれは非常に難しい課題で一朝一夕には解決しません。ですがまずは政治家自身が責任を認識し自らが変化の一部になっていくべきではないかというのが私の意見です。それによって初めて信頼の回復に向けた歩みが始まるのではないでしょうか。この問題について皆さんの考えもぜひコメントで教えてください。それでは今日はこの辺りで、また次回お会いしましょう。